様です。もうなんか眠すぎてね、ちょっと寝た。やばい、めっちゃ眠い。こんばんは。もう今が何時か、もうなんか感覚がおかしい。9時半、今9時半な、なんかすごい今夜中の感じする。寝たせいか今夜中の2時ぐらいな感覚がします。すごく、おはようございます。こんばんは。今なんか30分ぐらい寝ました30分ぐらい寝ました。こんにちは。30分寝た。全然メール送ってないのにさ、もうメール送れないぐらいの睡魔に襲われて、ちょっとこれはもうダメだって思って30分寝ましたこんにちは。こんばんは。今日は新潟アルブレックス BB さんのホームゲームに NGT48 が参加させていただきました。もうあの試合、あのその見に来てくださった方も、あのアプリで携帯で見てくださった方もありがとうございますめっちゃ楽しかった。もうね、試合が本当にやばくて、めっちゃ接戦だったんですよ。やばかった。めちゃめちゃ接戦で、なんかめちゃめちゃ接戦でね、もうね、本当にもうキャーって感じの試合でした本当に。でもめっちゃその越したり逆転したり逆転したり、また越されて離されて、でまた近づいてみたいな、すごいすっごいがっつり接戦だったガッチモンの接戦でした。本当にいい試合だった、めちゃめちゃうん、最後の3秒で逆転。そうだよ。でもさ、その残りの3秒がまためっちゃ怖いよね。なんかさ、今本当にあの時間嫌い。それでさ、あの、はい、あの試合が終わる 3秒前ぐらいに逆転したんですよ。でもその逆転したんだけど、あと3秒で何が起こるかってマジで分かんないじゃないですか。だからもうその残りの3秒がマジで怖くて、もうお願いしますって
しますお願いしますって願って、そう本当に接戦だった。そう1点差だったの。だからもう 1本でも入れられたらもうそうね、また越されてたから本当にすごい。いや3秒ってなかなか長いよね。3秒って長いよ。3秒マジで長い。3秒で何が起こるかほんと分かんない本当に。だからその3秒がめちゃめちゃ怖くて、もうクーってお願いして、でなんとかね勝利しましたね。もうメンバーみんなでねうわーって立って喜びました。立って喜びました。可愛いギフトありがとうございます。そうでね、ハーフタイムショー、ハーフタイムショーではハーフタイムショーではかかとを鳴らせを初めてフルで披露させていただいたんですよ。そうどうでしたか、どうでしたか皆さん。ぜひ皆さんあのアーカイブで見れますのでぜひ見てください。よろしくお願いします。まだ見てない方はぜひアーカイブ見てくださったら嬉しいです。かかとを鳴らせどうでしたか。いやーすごい、なんか劇場で一度ねワンハーフで披露させていただいたんですけど、やっぱり今日はフルだったのもあるし、やっぱコートでその会場でその360度人がいる中でその集団行動みたいな動きが結構入ってるので、かかとにはそれをこう見せられたから嬉しかったなと思います。そう上から見て、上からだったらより綺麗に見えたんじゃないかな、上にいた方はより綺麗に今日見えたんじゃないかなと思います。もちろんこう前から見るのもいいと思うんですけど、上にいたらよりよく思えたかなと思います。だから今日上から見た方はこういう動きしてんだって気づいたんじゃないかなと思います。どうでしたかそうもちろん前から見るのもねいいかもしれないんですけど、上からこうあの見ることってなかなかできないので、今日上から見た方はより分かれたんじゃないかなと思います。バラありがとうございます。どうでしたか。フォーメーションの変化ってかっこいいね。そうやっぱフォーメーションすごく見てほしいなってめっちゃ思ってる。どうでしたフォーメーション。ひなはやっぱこのかかとを鳴らせそのかかとを鳴らせの振り付けと構成にちょっと関わらせていただいたんですけど、その何をしたいって聞かれた時にこう振りあの構成あのフォーメーションをあのやりたいです、フォーメーションをこう集団行動というかマーチング的なものにしたいですってこう意見させていただいたんですよ。そうマーチング的な、そう私ちょっとマーチング経験者だったのですごいそういう感じにしたくて、こう軽く行進してるみたいなことにしたくて、そうだからちょっとフォーメーションをね結構入れさせていただいたんですけど、上から見たらよりちょっと綺麗だったんじゃないかなと思います。
2階からよく見た。わあ嬉しい嬉しい嬉しい。どうでしたか、かかと鳴らせフル、初めてフルでの披露でした。すごい、今日初めて聞いてくださった方とかにもね、わーすごい素敵な曲だなって思ってもらえてたら嬉しいな。こんばんは。バラありがとうございます。ひなのダンスさすがでした。あほだ嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、本当に嬉しい、ありがとうございます。なんかすごいファンの方もめちゃめちゃこう、夕日が真ん中にいるといいとか、閉まるとか、すごく見栄えがいいとか、すごい言ってくださる方が多くてすごく嬉しいです。こんばんは。夕日の曲紹介も良かった。あ、ちょっと噛んじゃったんですけどちょっとなんだったっけってなっちゃった瞬間がありましたけれどもどうでしたか。ハートありがとうございます。こんばんは。ありましたね。ね、みたいなのになっちゃった。緊張してたのよ。緊張してたんよ。やっぱちゃんと曲売りしなきゃと思って。やっぱこの曲の良さをちゃんと伝えた上で、こう、盛り上がってくださいっていうのをこう伝えたかったんですけど、ですねーみたいな感じになっちゃった。素敵、ありがとうございます。わーすごい、たくさん魔法少女のギフトありがとうございます。溺れないだけ大丈夫。確かに今日は溺れなかったですね。いつものアバボボボってなっちゃうんですけど、今日は溺れなかったです。選手の皆さんも遠足で頑張れたと思いますね。ぜひ選手の皆さんにも聞いていただけたら嬉しいな。すごい、選手の皆さんにもぜひ聞いていただきたい。かかとを鳴らせ、歌詞が本当にいい。ひこちゃんが好きすぎて困ったものです。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。魔法少女のステッキありがとうございます。こんばんは。わし選手見つかった。そうね、でもやっぱりコビー選手、コビーパラス選手合ってるよね。コビーパラス選手がマジで試合良かった。うわーってなったすごい、すごいね。昨日可愛いって言ってた選手か。あ、そうです。今日生で見たら実際すごい、本当になんか可愛らしくて、でも試合姿はすごくかっこよくて、そうすごかった。コービー選手、コービー選手すごかったですね。
めっちゃすごかった。うん、試合っていうか、なんだろう、もうぬいすって思うシーンが多かった。わかる、違う、なんかもう自分はさ、バスケとかできないからさ、その全然さ、なんかできないんだけど、もうなんかナイスみたいな、ナイスみたいな思うシーンがすごく、すごい、自分だったらマジでできないけど、すごいって思うシーンがすごく多かったです。湧きました、めちゃめちゃ。そう、あと今日はやっぱ能見選手がすごかったですね、今日の試合は。能見選手能見選手、その試合が終わる3秒前に点を決めたのも能見選手でしたよね。今日能見選手もすごいよ、すごかったですね、能見選手。能見選手すごかった、本当にマジすごかった、もうね、やばかったもん、うわーってなった、本当にうわーってなった、あれはすごかった。今日はマジで能見選手今日は本当に能見選手がすごすぎた。本当すごかった、マジでやばかった、もう逆転したんだよ、逆転したんだよ、すごかったですね。ね、点もめちゃめちゃ決めてたし、能見選手すごい点たくさん決めてましたし。こんばんは。ありがとうございます。いやひやだったけど、ラストギリのショットすごかった、いやほんとすごかった、もううわーってほんとに湧いたもん、めっちゃ湧いた、もう決めろ決めろ決めろ決まれ決まれ決まれって思って、スポッって決まって、うわーってなった。アルドくんのスリーうまかったね、めっちゃうまかったね、アルドくんほんとかわいい、なんかアルドくん合間合間のさ、アルドくんの合間合間のそのチアの方と一緒に踊ってるのマジかわいい、もうアルドくんにめっちゃ目いく、なんかもうはーって走ってるんですよ、わかる、みんな今度見てみて、まあ、みんなちょっと、まあ、チアの方にすごい目がいっちゃってるんじゃないかなとは思うんですけど、もちろんチアの方もねすごい魅力的で素敵なんですけれども、あのチアの方と一緒にアルードくんも見てあげてください、マジ可愛いから。ひなもアルードくん今日めっちゃ見てた、はーってなんか手広げながら走ってるんですよ、それでチアの方と一緒にってやって踊ってるんですよ、マジ可愛い、本当に本当に可愛い、本当に可愛い。みんなはきっといつもチアリーダーさんをね見てると思うんですけど、チアリーダーさんを見てるとは思うんですけれども、アルドくんぜひ見てみてください。本当に愛おしい、アルドくん可愛すぎる。こんばんは。でもさ、チアの方見るとめっちゃチアしてた頃の自分なんかめっちゃ懐かしくない？昨日ちょうどね、自分がチアしてた頃の写真を見てたんですよ、ちょうど自分がチアをしてた頃のなんか
その衣装着てる写真とか動画があって、それちょうど見てたんだよね。もうめっちゃチアしたくなる。本当に混ざりたい、チアの音方に。めっちゃ混ざりたい本当に。こんばんは。すごいね、笑顔がぎこちなかった。すごい笑顔がぎこちなかったです。自分のなんか野球部の応援に行った時の写真があって、なんかこう踊ってんのね、踊ってるシーンを撮られた写真を昨日見てて、笑わなきゃいけないんですよ、チアは。チア笑わなくちゃいけなくて、でもなんかもうすっごいぎこちない笑顔で写真撮られてて、めちゃめちゃ変な顔してた。そう、おもろい。今だったらもうちょい綺麗な笑顔できるかなって思うんだけど。衣装の後ろに名前の刺繍ある。そうなんですよ、今日のアルビーと NGT48 のコラボ T シャツ、背中の番号は48って書いてあって、その私たち実は名前が刺繍してあるんですよ。すごい。私は H 諸橋って書いてあります。 H 諸橋ってローマ字で書いてあります。しかもここにチームかかとって書いてあるんですよ。すごくないですか。そう、わざわざみんなの名前を刺繍してくださって、すごい嬉しかったです。すごいでしょ。後でメールでも送りますね。今日写真撮ったから。写真撮ったからメールでも送りますね。そう、実は刺繍がしてあったんですよ。後ろに H 諸橋って書いてある。そうなの。そのレプリカ販売してほしい。あ、確かにそれは販売されてないもんね。普通のそのコラボ T シャツは販売されてるけど、その刺繍が入ってるのは販売されてないか。確かに H 諸橋って書いてあります。そう、こんばんは。かかとポーズの写真は笑った。そう、かかとポーズみんなで今日もしました。マジで面白いよね、かかとポーズ。かかとコラボベースボールシャツ買いました。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。本当にこんばんは。そう、チームかかとおもろいよね。それまで入れてくれるの面白いよね。名前入れてくれるのはまだわかるじゃないですか。でもここにチームかかとって書いてあるんですよ。かかと坊主誰が考えたの。のえさんかな。のえさんだった気がする。のえさんだった気がします。トートバッグとセットで買った。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、今着てます。わっ、すごい、ありがとうございます。ピーちゃんのデザインのトートバッグできました。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。
そう、もう本当に楽しかったです、めちゃめちゃ。え、どうでした？かかとを鳴らせ、どんな感じ、どんな感じっていうか、どんなでした、どんな、うん、いや、なんだろう、どんな感じでした？なんか何回も聞いちゃうけど、どうでした、かかとを鳴らせ、よかった、よかったですか？盛り上がる、元気が出る、大きなステージに合わせた構成になってて、劇場よりも迫力あった、嬉しい、感動した、マジで神曲、右手の振りがガチですごかった、いやほんとそう、これマジ右手ぶん回すからやってみ本当にね、この曲右腕をずっとね、ぐる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 回しているんですよ。そう、でもそこがこだわりっていうところはありますね。サビがすごいずっと右手回してるんですね。それ私が作ったんですけど私が作ったんですけど、こだわりなんです一応。そう、がっつりサビの振り結構がっつり踊ってるでしょ、それがこだわりなんですよ、迫力を出したくて。あとこう応援している私たちも汗をかくような振り付けにしたくて、そう、あとはやっぱ拳を使いたくて、だからもう右手をずっと動かしてるんですね。応援ソングにぴったりでした、本当に力が出てくるザ応援ソングで良きです、嬉しい、嬉しい。RBBB のファンの方にも褒められてた、え、本当ですか、嬉しい、嬉しい。アオレンの体育館でかかと鳴らせ披露良かった、ありがとう、嬉しい。今日みたいに勝ち試合の後で流れると RBBB のブースターの方にも愛される曲になりそうね、え、もっとこう知っていただけたら嬉しいな。選手の皆さんにもぜひ来ていただきたいですし、 RBBB ブースターの、ね、アルビレックス BB のファンの皆様にも、ね、知ってもらって聞いていただけたら嬉しいな。こんばんは、ブースターの方も NGT 出てきたとき可愛いって言ってた嬉しい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 、いや嬉しいですね、本当に嬉しい。こんばんは、こんばんは。ね、その RBDXBB ブースターの方にも、ね、NGT のことも好きになってもらえるように頑張りたい、バスケのことも NGT のことも好きになっていただけたら嬉しいな。こんばんは、今日だけじゃなくてまた呼ばれてパフォーマンスしてほしいね、また呼んでいただけるように頑張ります、また呼んでいただけるように頑張ります。こんばんは、ね、またかかとを鳴らせ披露できたらいいな、
今日は久しぶりにポニーテールしたんですよ。最近はずっとイベントとかがあるたびにずっと髪の毛同じ髪型してたんですけど、今日もそれかなって思ってたんだけど、なんか今日は久しぶりに違う髪型しようと思ってポニーテールにしました。どうですか？そう、最近は本当にイベントごとがあるたびにいつも同じ髪型して、いつも同じ三つ編み編み込みして垂らすっていうのをやってるんですけど、そう、今日は久しぶりにポニーテールにしました。すごいね、短いんだけどね髪の毛短いからすごい、結構馬の尻尾が短いんですよ。そう、でも短めだけどそれがまた可愛い、短いのも可愛いポニーのここって可愛いよね。ポニーのここって可愛いよね。すごい、これが揺れる感じが。マスクにポニーテで小顔すぎた。嬉しい、めっちゃメンバーも言ってくれる。いやいや、本当にそんなことないです。スポーツの試合だから余計いいと思う。そうなんですよ、今日はやっぱりスポーツの試合だからこうね、なんかポニーとかにした方がいいかなと思って、まあ別に垂らしてもいいんだけど、下ろしてもいいんだけどね、なんか今日は気合い入れてる感じにしたくてポニーテールにしました。くしゃみ出そう。そうなんですよ、言われそう。こんばんは。大丈夫。ポニーテール可愛かった。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。ポニーテいいね、本当に嬉しい嬉しいみんなが髪型変えてマスクしてると誰ってなる。まあ確かにね、わかるわかる。髪型違うとさ、しかも目しか見えないからさ、たまに誰ってなるときあるよね、マスクしてるとね。こんばんは。ポニーテール好きです。嬉しい。ポニーテール。かかとなんせ運転中リピートして聞いてます。わー嬉しい、ありがとうございます。すごい嬉しいもう本当にぜひみんなこれからもかかとなんせたくさん愛してください。もうみんなのね応援歌になったらいいな。本当に元気と勇気をねもらえるような曲だと思うので、今日も言ったけど、そう、この曲でぜひぜひみんながこの曲でなんだろうな、頑張れたら嬉しいな。ね、
なんか部活をしてる学生さんとかにもめっちゃ聞いてほしい。部活をしてる、やっぱそれこそバスケ部とか、そのサッカー部とか野球部とかもがっつりスポーツクラブとかに入ってる子とかにめっちゃ聞いてほしい。出勤前に聞きます。嬉しい嬉しい嬉しい。こんばんは。今日の帰りは車で鬼リピートしてました。わー嬉しい嬉しいな、ありがとうございます。嬉しい、嬉しすぎる。体育館に合う、わかる。体育館でずっと流しててほしいよね。すごくその汗をかいてる学生が体育館で頑張ってる姿にめちゃめちゃ合う曲じゃない？なんかもう青春、その青春を部活に捧げてる方々にめっちゃ聞いてほしい。うん。ね、ミーティングの前とかにも聞いてる。わあ嬉しい、すごい嬉しい、ありがとうございます。本当にやっと目の前でかかとを鳴らせ見れた。わあ嬉しい、ありがとうございます。見てくれて本当に嬉しい。選手ばかり見てたらね、 GT のみんなが小さく見えたね。え選手の方やっぱり身長すごく高いし大きいですよね。本当にめっちゃ大きいよね、身長本当に高い。そうなのか、私たちなんてめっちゃこんな感じだし、こんな感じ、本当にちっちゃい、本当にちっちゃいよ。本当にでかいよね、大きいよね、選手の皆さん。すごい。小さい頃にどのくらいの牛乳を飲んだんだろう。まあ牛乳って結局関係ないよな。牛乳って別にそこまで結局関係ないよね。やっぱ遺伝とかもあるだろうね、きっと身長ね。間近で見たらバスケ選手マジででかい。弥彦の親戚もあんな感じ。いやでかい、マジでかい。まあ、2メートルいってないんですけど、私の親戚190何ぐらいかな、確か。どんな、確かそんな感じ。190何センチあって、私の親戚すごい、もうええー、みたいな。なんかお正月とかに久しぶりに会うとええー、みたいな感じです。本当にそう、バスケ部だったんですよ、その方。バスケ部でした、バスケ部でしたね。バスケ部だった。なんか昔その人がめっちゃ好きで、その人がっていうかママのいとこなんですけど、ママのいとこなんですけど、今何歳かな、今ママのいとこなんですけど、今わかんない、でも結構若いんですよ、結構若くて。昔ひながめっちゃちっちゃい時めっちゃ好きだったの、なんかすっごい好きで、何歳だったんだろうその時ママのいとこ。でも多分まだ、え、いやそれはないか、ひながめっちゃちっちゃい時、え待って、何歳離れてんだろうママと。
めっちゃ好きで肩車してもらった時があって、すっごい好きだったの、ひながちっちゃい時。そのママのいとこのこの身長が190何センチあるそのバスケしてた人がすっごい好きで、なんかめっちゃ肩車とかしてもらってた時あって、すっごい高かった記憶ある、すっごい高かった記憶がある。すごいちっちゃい頃めっちゃ好きだった。なんかそれを謎に覚えてる、それを謎に覚えてる。ママのいとこのその190何センチの人めっちゃ好きで、なんか抱っことかしてもらったりとかしてた時にすっごい身長が高かったの覚えてるんだよね。そう、肩車してもらったの、肩車してもらった記憶ある。だからもう私2メートル以上の高さを経験してるんですよ。だってその人が190何センチの身長あるから、もう私はその人のここに顔があるわけだから、もうめっちゃ高くて、めっちゃ高くて、すっごい覚えてる。なんかしかも謎にめっちゃその人のこと好きだったんだよね謎にめっちゃその人のこと好きで、もうなんかいつもくっついてて、だから抱っことかめっちゃしてもらって、そうだからなんかすごい高かった。その抱っことか肩車とかめっちゃしてもらってたから、すごい高いイメージがありますね。190センチの肩車やばいっしょ。いやほんとやばいの、いややばかった記憶ある。なんか家の中だったらもう余裕で天井ついてる家の中だ、あ、それはないか、それはないか、いやそんぐらいよ。いやどんなもんですか。でもすごいその方を見てると、こう結構このドア、そう天井には届かないけど、ドアってこうちょっと天井低いじゃないですか、ドアのとこだけ。だからドアをくぐるときだけこうやってかがんでるのを見て、よく見るんですよ。そうだからすごいなんか普段生活の中でもかがむことめっちゃ多いんだなと思ってお正月とか会うとすごい鏡、この普通の天井で頭はつかないけど、やっぱりこうドアごとにこう鏡ながらやらないと頭ぶつかっちゃうんですよね。そうそう、天井自体は頭くっつかないけど、入り口とかそのドア、その入ろうとしたり出ようとしたりするために体をかがませてるから、すごいめっちゃ頭ぶつかりまくって生きてきたんだろうなって思うめちゃ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 頭をぶつけて生きてきてるんだろうなってすごい思うぐらいね。普段の生活どうやってんだろうね、すごい不便だよねきっとね、あそこまで高いと。どうしてるんだろうね。すごい、だからたまに会うとやっぱびっくりする、高さに。たまに久しぶりに会うとやっぱり高いなってなりますね。すごい高い。ママのいとこ、ママのいとこ3兄弟なんですけど、全員めっちゃ高いんですよ。まあ、一番高いのは多分その方なんですけど、3人全員高いんだよね。ママのいとこ3兄弟マジで高いマジで高い。なんかもうやばい。でもその遺伝私ないのかな。だからおばあちゃんの兄弟の子供がその3兄弟だから、おばあちゃんにその身長高い遺伝があるわけですよ。でおばあちゃん、私のおばあちゃんにその身長高い遺伝があるから、まあでもママもきっと高い方なのかな。高い、まあ、低くはないかなって思うんだけど、
そう低くはないかなと思うんですけど、私その遺伝ないのかな。私その身長高いっていう遺伝、姉もね高いんですよ。姉も身長高いっていうか、まあ普通に164とかぐらいあるから、まあ別にめっちゃズバ抜けて高いとかではないけど、やっぱりその姉とかひなのママはどっちかというと低くはない、高い方ではあるじゃないですか。だからひな身長低いんだよね。まあすごいめっちゃすっごい低いわけでもない、平均的ではあるけど、やっぱ家族の中ではひなは低い方かなって。そうだから、もしそのママそっち側の遺伝入ってたら、今めっちゃ身長高かったかもしれない。ミュウミュウぐらいあったかもしれない、もしかしたら。そう、そのもしその遺伝が入ってたら、なぜかその諸橋家で私だけ身長低いんですけど、そうみんなそうだね、姉もママも高いし、諸橋家でなぜか私だけ身長低くて、そのまあ普通に外に出ると、まあ、同い年ぐらいの人はみんな、まあ、平均的ではあるんだけど、家の中ではちっちゃいかなって感じ。諸橋家は多分、身長が高い家庭だと思うんですよ。そう、いやパパもね身長高い遺伝だと思う。まあ、めっちゃズバ抜けてかは分かんないけど、まあ、とりあえずうちのママのいとこがとりあえずめちゃめちゃズバ抜けてるっていうことだけ知っていただきたい。そう、ママのいとこがとりあえずすっごい身長が高い血を持ってるっていうお話で、でまあパパも別に低いところじゃないから、低いわけじゃないから、そうパパも別に、まあ、そこまで親戚に190がいるかはすらないと思うけど、でもパパもそこまで低くないと思うから、だからひなだけ謎になんか身長低い。そう謎に、だからもしかしたらひな、もしかしたらみゆみゆぐらい身長あったかもしれないよ、そっちの血が入ってたら。だって164って結構高くない？164ってサラぐらいあるんじゃない？サラ何センチだろう。そうだからもしかしたら私身長高いとだったかもしれない。こんばんは。牛乳飲まなかった、そうだよひな、牛乳飲まなかったから牛乳大嫌い、大嫌いではないけど何か混ぜないと無理。そう牛乳嫌いだった。こんばんは。女子だと高い、うん164はやっぱり女子だと高い方だと思います。うんだからそうなんだよね、164は女子だと高い方だから、もしかしたら私も身長高くなってたかもしれない、そちらの遺伝が入ってれば。まあでも私身長高くなりたくないタイプなので、なぜ身長高くなりたくないタイプなんですよ私は。だからよかったなではないけど、そのこんぐらいで個人的にはすごいちょうどよかったなと思ってます。そうもちろん身長が高かったらスタイルもよく見えるし細く見えるし羨ましいなとか思うけど、結局こんぐらいが一番可愛く見えるかなっていうそう一番可愛く見える大きさはこの160ぐらいかな、157なんですけど私くらいかなって思ってます。そう
だから別にね高くなりたくなりたいわけじゃないんだけど、もしかしてそっちの遺伝が入ってたら身長が高すぎて悩んでたかもしれないなって思ったね。そうそう、本当にこんぐらいでよかったなって結局はね思ってる思ってる。そうそう、でももう1センチ欲しいもう1センチ2センチ欲しいんだよね。なんか本当になんかそのちっちゃいとそのなんていうんだろうな、この長さのなんだろう、その横幅が同じだとするんじゃないですか。2人女の子がいて横幅は全く同じだとするじゃないですか。1人は身長が低いけど低いで、もう一人は身長が高い子で、横幅が同じなのにやっぱ痩せて見えるのって高い子じゃないですか。それが羨ましいんですよ。わかる？横幅の太みは同じなのにやっぱり身長が高いことによって細く見えるんですよ。それがすっごい羨ましくて、だからあと 1,2 センチあったらこうそのこうこうじゃなくてこう見えるじゃないですか。それなんですよそう、そこそこそれがその印象がね変わってくると思うんだよね。別にね細い人ならもうどんなにちっちゃくてもいいと思うんですよ、細いから。でも私はもうちょっと縦にあった方が、もうちょっと縦に1センチでも増えるだけで変わると思う。いやいや1センチでも変わるって、絶対変わる。1センチじゃ変わんないって思うけど1センチだよ、結構変わると思うんだよな個人的には。その1センチだけですごく変わると思う。多分、まあ、人から見たらわからないレベルかもしれないけど、気にしてる自分にしたらすごい変わって感じると思うな。そう、やっぱ自分が自分を一番気にするじゃないですか。だから自分が一番さあこれ気になるなって思ってさ、人にさねこれどうしようめっちゃ気になるって言ったら、え全然気にならないよって言われることめっちゃ多いじゃないですか。でもやっぱ自分は自分だからすごい気になるじゃん。自分は自分だからすごく気になるじゃないですか。だから多分1センチ伸びただけで本当に満足できる気がする。本当に本当に本当にちょっと高くなっただけでもうなんか満足できる気がする。うん、ヒコの靴のサイズは何センチ？ひなね足ちっちゃいんですよ。 22.5 なんです。 22.5 それつけまつげ？いや、じまつげです。まつげでございます。嬉しい、それつけまつげって思ってくれたってことですか。じまつげでございます。え、嬉しいんだけど、今日はね結構まつげバッサバサにあげちゃいました。うんうんうん、
ール履くと160、それはそうね、ヒールは履くと160超えますよ。うん、超えます、超えます。そう、そんぐらいがすごいスタイルよく見えるから、そんぐらいがいい、そんぐらいになりたい、そんぐらいになりたい。すごいスタイルよく見える、やっぱ身長伸びると。かゆ、普段ヒール履く、うん、ヒールはあんまり履かないから、厚底は履きますね。その靴の下に靴がさ、すごい分厚いやつ、それでよくいつも身長持ってます、厚底で。やっぱなんかちっちゃくてこうぽっちゃりに見えるのが嫌だから、やっぱ普段からこう厚底を履きたいんですよね。雰囲気を細く見せたくて、雰囲気を細く見せたくて、こういう感じじゃなくてこうシュッシュッっていう感じの印象にしたいから、普段から厚底履くようにしてます。ヒール履いたら背が伸びたなって感じる？全然感じない。めっちゃ高いのは感じるけど、普通のやつはあんまり感じないですね。めちゃめちゃもうバリッバリヒールのやつだったらちょっと高くなったなって感じるけど、普段履いてるようなものだったら全然あんまり何も思わないです。こんばんは。そう、はあ、うん、厚底って何センチぐらいあるの？それによるかな、本当にもうそのものによる。全然何センチ、何センチまででもある、うん、こんぐらいのものもあればこんぐらいのものもあるし、結構本当にそれぞれって感じ。うん、ヒール履いてると階段で転ばない？あ、転びますよ。転びます、転びます、転ぶよ。転ぶ転ぶ。5センチぐらい、そうね、まあそうね、5センチぐらいあるものもあるかな。なんかこけるイメージしか湧かない。変なね、毎日こけてるから想像通りです。想像通りです、本当に毎日こけてる、毎日こけてる、マジで1日何回こけてるか分かんない、本当に毎日こけてる。うん、まあでもがっつり転ぶのはそこまで毎日じゃないよ。もちろん毎日がっつり転ぶ、毎日手をつくほど転んでるわけじゃないですよ。でもそのこう自分でこうこけた瞬間に自分でこう体勢を整えて、その手をつかない程度にするっていうのを毎日頑張ってます。毎日こけて、あ、転ぶってなるけど、こうすぐ足を動かして瞬発力で転んで、なんとかなんとかね。転んではない、毎日転んでるんじゃなくて毎日こけてるんです。転んではないよ、それはちょっとまた違うからね。転ぶっていうのはもうがっつりもう
がっつりもう手をつくぐらい、もう膝をついてすり傷作るぐらいのことですよ。それはないよ、それは毎日してない。でも毎日つまずいてるんですよ。そう、こけてはないけど、転んではないけど、つまずいてる。そう、毎日こけてる。毎日こけてます。あ、こけてない、つまずいてる。もう日本語分かんなくなってきた。こけてるっていうのはもうがっつりわーって転んじゃってることで、それはさすがに毎日ではないよ。でもつまずい、毎日つまずいてる。これは持ってない、これは持ってない。私ほっと毎日つまずいてるから。毎日つまずいてる。何もないところで全然つまずく。うん、全然つまずく。だからすごい、いつもメンバーの腕、メンバーがいるときはメンバーの腕つかんとかないと転んじゃうから、いつもすごいメンバーに守ってもらってます。メンバーに守ってもらってます。メンバーが隣にいるときは腕をつかませていただく。いつでも転んでも大丈夫なように。もう毎日つまずいてる。もう本当に毎日つまずいてる。足具の小ささなが原因なのかしら。そうだよ、きっとそういうことだよ。そう、多分私は足の裏の面積が人より少ないじゃないですか。足ちっちゃいわけだから、足の裏の面積が人よりちっちゃいから、きっと転んつまずいちゃうんです。そう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 、うんうん、そういうことだよ。そういうことだよ。マジで怪我しないように、はい、本当に気をつけます。もう本当にさ、この間ね、ツイートしたけど、おしゃべり会行く前に階段でめっちゃ大げさに転んでさ、しかも周りにめっちゃ人いたのにさ、なんか、あ、すいませんみたいな、もうなんかみんなをびっくりさせちゃって、私思いっきり転んだから、階段のど真ん中で、階段のど真ん中で思いっきり転んだからさ、みんながハッてこっちを向いたんですよ。私別にさ、何も悪いことしてないけど、やっぱびっくりさせちゃったじゃないですか。だからもうなんか泣きそうになりながら、すいませんみたいな。そう、みんなの視線怖いしさ、やっぱさ、知らない人が転んだわけじゃないですか。だからやっぱ結構冷たい視線なわけですよ、みんなさ。なんか大丈夫ですかっていうよりはさ、みたいな目で見られるわけですよ。だからもう、すいませんみたいな。どっちかというとちょっと冷たい目線だよね、そういう時って。わかるよ、なんか別にきっとその本人は冷たい目線で見てるつもりはないと思うんですよ。きっとみんな優しい人だとは思うんだけど、びっくりしてさ、知らない人なわけだから、どんな表情すればいいかもわかんないじゃん。だからみんな結構なんか、え？みたいな。